よし、お疲れ様です。よし、お疲れお疲れ様です今年は初めてだね。今そうですね、撮影が初めてですね。去年いっぱい撮って映ったけど、今年は撮影自体は初めてなんで、はい、今年一発挨拶しとこうか。はい、はい、お願いします。明け埋めってやつ。はい、新年明けちゃっておめっきーちょっと入ってないですね。入ってねえそんな動くとは思いませんでした、ね、動くと俺ただ距離取るんですじゃあこんくらいで取ります。おっす、お疲れ。今日は今年初めてだな。あれ、何も喋らないの何も喋らないの明けましておめでとう。あ、じゃねえわ、じゃねえわ、はいはいお疲れって。今年初めての撮影、新年明けちゃっておめっぴーどう？いいっすね、何回もやり直した甲斐がありましたね。なんでよ僕ちょっと暇なくてよ意外と、はい、かけんだ俺、ね、かけんだちょっとずれたらやり直しちゃうか流れてます、やり直したの。流すなよそのここ一回撮影されとると思うんだけど。そうですね、ちょっと前に山口くんの陳情、山口くんのなんかシールの雪ね、はいはい、雪が降っとったり、ね、今日来たんだけど、はい、京都雨降ってきてさ。あーそうですね、雨降ったりにわか雨みたいな。そうそうそう、やんだりしとるもんで、はい、これもうほとんど終わりかけなんだわ。あ、そうなんですか。終わりかけだもんで、はい、どこ撮ろう。結露がすごいんだね、ここ。あ、そうなんですか。水がね、これ どうするんですか。結露ついてたら濡れなくないですか。あの、一番いいのは、はい、あの時期冬場じゃなく、結露するんだったら夏場だったら結露しないんで。はいはいはい。だから4月の後半か5月だともうあの結露してこむはずだで、出てくるんで水が、はいはいはい、で伝ってくるもんで、はい、下塗りが鉛筆で描いたやつを消しゴムで消していくみたいな感じになるんだわ。溶かすんだわ、水で希釈するんだもんね、下塗りは。はい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 。ああ、消えるんだわ、消えるんだわ。へえー、だから油性のペンキ塗ったらあの芯なり吹いとるのと一緒。そういうのあるで、時期的には夏場だとベストなんだけど。え、なんかタオルとかで拭いて塗るんですか。あ、もう拭いてもあそこ出てくるもんで。どうやって塗るんですか。で、もうテープはもう無理やり貼っちゃうんだわ。はい、でもやっぱ出てくるね。はい、どうしようもね、塗るのは普通塗れるよ。あ、普通塗れるんですか。塗れるけど。あ、そうなんですか。はいはい、水が出てくるっていう問題結構大変ですね。じゃあ冬場は結構大変。あ、そうなんですか。ほとんどの窓そうだもんで。はい、あ、じゃあ窓周りはめちゃくちゃ大変だったんですか。そうあの上から下に来るもんで、はい、上はいいんだけど、はい、下が大変。あ、そうなんです。下側の窓あそこ垂れてくるから。そう、上にはいかんでよ水は、はいはい、上から下に来るので。全部の窓がひどいわけじゃないんだけどね。はい、ここはわりかし良かったかな。どれですか、これですか。そう、こっから落ちてくるんだよね、ドゥーって。はいはいはい。養生するときテープが貼れんってやつ、拭いてもまたすぐ追っかけてくるね。はいはいはい。なんか布かなんか詰めるか、はい、しか方法はなかった。あのこの時期こういうタイプは大変。屋上もひどかったりな。あ、そうなんですか。屋上もひどかったらしい。なんですか今屋上もひどかったらしい。防水層めくって、はい、社畜がやり直しいっすよ。あ、そうなんですか。雨漏りかなんかしたんかな。へえ。ところどころ補修したって跡あったで。はい、広いですね、なんかこの結構広いでしょ。はい、あ、じゃあ全部のこの広いなんか窓全部。うん、そうこれいいな、広いでいいよ。いいですね。住んどる分には。はい、広いそれ寺木さん、前なんか昔社員になってなんかあんまり思い出したくねえな。人が使えなさすぎてすごい怒られたみたいな。人が使えなさすぎたんじゃねえ。なんですか。じゃねえんだよ。あ、じゃないんですか。じゃないんだって。使えるんだけど、はい、言うこと聞かないやつばっかだったどうなんですか、実習生の子は。実習生はいい。あ、いいんですか。いい。へえ。人が使えんかったって言っとったって言ってましたね。 あいつ使えなさすぎて怒鳴り散らした使えねえやって、はい、怒鳴り散らかしたのかどこに散らかされたんですか。素人だったらいいんだけど、はい、変に経験してるやつばっかだったもんで、癖あるんだ自分のスタイルが。はいはいはい、はい、それを曲げるやつばっかだったんだって。あ、そういうことですか。こだわりみたいな。こだわりがある。これ大変だぞ、そいつの言うことを聞かすのがお前の仕事だっていうって言われたんですか。
まあ今回は俺あれなんだ、あの色全部変えとるで。はいはいはい。下の色違うんだけど、中の色はいつも一緒なんだけど、はい、あえて今日今回変えた。なんで変えたんですか？ん？なんで変えたんですか？なんで変えたって、はい、理由はねえよ。なんか塗り替えがあるな。違ってもいいんですか？あんまり違いすぎるとかよ。あ、はいはい、色が分かるもんね。本当に分かんないぐらい。本当に分かんないぐらい。え、どことどことかあります？ワントーン落としてるの。うわー、カメラだと分かんない。分かんないですね。分かるだろ。分かるでしょ。あ、本当に分かります。分かるだろ。嘘つくんじゃねえ。どこ見てたんだろう今。その代わり大変だけどな。大変なことやってるんですか？その代わり大変だね。え、塗り替えのためだけにですか？そうその代わりダメ残せんと塗り残しできんぞ。あ、そうですよね。だいぶ慎重になるだろう。はい、慎重になるぞ、俺が言って。あ、それあれですか、実習生の子がいるからとかそういう。あ、じゃない。あ、じゃなく、テリスも塗らないんですか？どっか。ん？どっか塗らないんですか？塗るっつもな、俺遊んどっても進むだろう、一人悪さ。今まで俺一人だったもんよ。俺が動かんかったら進まんけどよ。あ、もう塗るとこねえんだよな、もう。あ、そうなんですか。もう余剰もバラすぞ、バラしちゃったね。いとかでやる、バケツ、丸いやつやったほうがいいだろ。あの、やりにくいやろ。あ、ネタがあるんか、さらえとるんか。ないよ、ちょっとあるから。ある？あ、使い切りたい。もうすぐなくなる。俺は最後に使い切らせるもんで、材料は。あ、そうなんですか。へぇ。そうすると、すぐ開くやろ。すぐ潰せるもんで。ちょこっとの値段残ったって、かなかんのだ、なかなか。あ、そうなんですか。ほんだら潰せるもんで、限界まで潰せるっていう、はい、缶の中のやつは使い切らせるってやつ。今まで俺一匹狼だったけど、もうそうじゃなくなっちゃったでよ。そうですね。群れるのあんま好きじゃないんだけどよ。一回実習生使うからいいかもしれんな。あ、マジですか。今まで実習生じゃなかったもんだよ、はい、社員の時はよ、はい、変なやつばっかだったでよ。欲が出たらもう一人ぐらい入れたいかな。欲が出たら今1人だけ。今1人だけ。3人でやると早く終わっちゃうもんで、はい、3日4日で終わるんじゃない。あ、3人だとですか。3人だと、3人だともうかなり効率がいいんだわ。あ、そうなんですか。ただ乾燥時間もあるもんで、遊ぶ時間もあるんだ。冬場はいかんな。あ、冬場は、うん、2人だとだめかも。だから1人だと全然すまんだよ。全然すまんだよ。まず今1つの工程で1日以上かかるだよ。養生張るのにも1日じゃ終わらんしよ。一匹狼だったっすもんね。うん、でやっとったけど、まあこのスタイルいいかもしれんな。じゃあまあこの辺だな、今日は。なんかありますか、今年の抱負的な。今年の抱負か、俺は結婚することだね。それでも同じ場所で同じやつやらないでください。なんか目標みたいなの。結婚することっすか。今年こそ。緊張しないか。よし、今日はここまで。解説は終わり。はい、ありがとうございます。マッチングアプリもよろしく。はい。社長がいつも言ってるやつ2個ありますね。うん、はい。じゃあまた次の動画で会おう。